はい、皆さんこんにちは、 NSR ガレージです。今回は、コストコの作成動画が36万回再生されました。見ていただいた方本当にありがとうございます。でコメントもたくさんいただきまして、でその中で、2つ気になったコメントがありました。1つがバイクのサイドスタンドを立ててると床がへこんで最終的に割れますよっていうコメントをいただきました。なので、床にコンパネを引いて対策したいと思います。と2つ目が壁と床が抜けそうなら、変性シリコンを、壁と床の間に塗ったらどうですかっていうコメントをいただきました。で、壁と床の抜け防止にも使えますし、あと大雨降った時に壁の隙間、床の隙間から少し水が入ってきてしまうので、それの対策として、変性シリコンを、床ですね全体に、打っていこうと思います。まず最初に、倉庫内のものを全て外に出して、掃除機で掃除していきます。NSR のスタンドを立てた場所なんですけど、やっぱり少しへこんでますね。はい、じゃあシリコン打っていきたいと思います。まずシリコンしたい、壁の両サイドにマスキングテープ貼っていきます。これが変性シリコンシーラントですね。ホームセンターで売ってます。600円ぐらいでしたね。でこれが、シールを打つシーリングガンですね。これもホームセンターに売ってます。コストコの倉庫の、床面を全部打つのに1本で十分足りました。はい、じゃあシール打っていきます。壁と床の隙間にシールをとりあえず流し込んでいくんですけど、量は適当にもう打っていけばいいと思います。最初ヘラで鳴らすので、とりあえず、隙間なくシーリング剤を打ち込んでいきます。それが終わったらすぐにヘラで、伸ばしていきます。このヘラもホームセンターで売ってるので、全部ホームセンターで揃いますね。で少し乾いたところで、マスキングテープを剥がしていきます。完璧に乾いたらマスキングテープ剥がれなくなっちゃうんで、10分ぐらい、5分10分取ってから外せば綺麗に剥がれるんじゃないかなと思います。できたのがこんな感じですね。なかなかね、綺麗にできました。はい、じゃあ次ベニヤ板引いていきます。買ったのは、9ミリ厚のベニヤ板4枚ですねを購入しました。本当は12ミリとかの方が良かったんですけど、値段が結構高くなってしまうので、ちょっと9ミリにしました。4枚でちょうどでしたね。で3枚は普通に引いて、4枚目ですね。これを半分に、縦半分に切るとちょうど余った部分に入るので、ぴったり4枚で引くことができました。はい、全部引き終わりました。ちょっと雰囲気変わりましたね。これでスタンド立てても大丈夫ですし、棚のね、重たい棚を置いても大丈夫なんで、
安心してコストコのソフトを使うことができます。バイク入れるとこんな感じになります。ご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。